はい、ということで、ネオ選手 RTTS 続きやっていきたいと思います。で、今ですね、ジュライって7月で合ってるよね。怖いな。7月でね、ホームランダービーとオールスター前なんですが、これはね、果たして選ばれてるのか選ばれてないのかってどこで見れるんだろうね。まあいいや、とりあえずプレイネクストしてみて、お、選ばれた？あ、選ばれない。選ばれなかったみたいですね。悔しいですね。じゃあ、とりあえずそのままね、やっていきましょうか。いやー、まさかのね、オールスター選ばれないということでね、3割6分23ホーマーも打ってるのにね、ダメなんだね。まあちょっとこの悔しさをね、試合でぶつけていこうとね、思います。はい。まあ、ちょっと若干ね、視点を変えてみたんだけど、まあ打ちやすいかと言われると、なんとも言えないんだな。やばい、プロスピの癖で RL を連打してしまった。 最近ちょっとね、プロスピの動画もまたね、始めてみました。なんかプロスピがなんか急にすごいやりたくなってね、なんだろうね、急にすごいやりたくなる時があるんだよね。ちょっと操作忘れた、操作忘れた、間違えた、間違えた。ちょっと待って、どっちだってなって今。あれ？すいません。監督ごめんなさい。そして皆さんもごめんなさい。あれ？ファーストってどっち？オッケー。ちょっとね、ミスを取り返すホームランを。あれ？あのね、今プロスピだとね、四角ファースト、バツ二塁、丸サードなんだよね。だちょっと今ね、混乱してますね。ちょっとやってしまったな。いや、しかし綺麗だな。プロスピやった後さ、こっちやるとマジで綺麗だね。ボールがもうリアル。いや、しかし完璧だったね、今。もうちょっとミスをすごい引きずって全然見てなかったわ。そう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 、ちょっと待って、どっちに投げればいいんだこれ。四角？四角？どっちだ？俺さっき丸でミスったよね。飛んでこないでー。ああ、そっか、丸だ。またやってしまった。すいません。丸丸丸丸、一塁は丸ですね。はい、四角じゃないわ。そっか、だからプロスピが四角だから、まああれだね、スイッチで言うと Y かな。ちょっと混乱してますね。ちょっと だから、俺今丸？四角？ちょっと焦ってるな。おい、畜生。チェンジアップがね、なかなかタイミング難しいよね。ちょっと守備でやらかしまくってるね、これ。監督室に多分後で呼ばれるんじゃないかな。ふざけるなよ、お前っつって。ごめんなさい。どうしよっかな。あー、これ飛んでけーだね。もう飛んでけー、飛んでかない。多分大谷君なら入ってたね、これ。パワーが足りなかった。あー、怖い怖い。ちょっと今のうちにもう出しといてほしいな。出しといてほしい、あの丸三角っていうの。丸ね、丸だよね。合ってた。3度目の正直。あー、肩がちょっと足りないかな。ピッチャーなんだけどな。今のは多分悪くない。あの後か、これどうする。1塁ないよね。バチ来い。 OK、 サード無理だよね。はい、もう覚えたよ、丸だよ。 OK。 おいいね、ちょっと守備連させて、マジでマジで怖い。三角が二塁でいいんだよね。右上見ろやって話だよね。はい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 、はい、ゲッツ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 。おいしょー、オッケー。あ、そうか、もうツーアウトだったね。よし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 、守備もね、調子が出てきたよ。で、さらにこれ1本打てば同点。はい、終わった。間に合う。さあさあ、しっかり守っていきましょうかと。まあ、ツーアウトなんでね、普通にファースト投げれば OK だね。言語化しないとね、ちょっとミスるから。 OK、 うまい。普通のゴロだけど OK。 さあさあ、ちょっとホームランからヒットが打ててないというところでね、4対7ね、ちょっと厳しいね。あー、くそく
ソとか言っちゃダメだね。しっかりね、当ててはいけたんだけどってとこだね。でもこの視点の方が見やすいかもしれないな。抜け、抜けないのね。セーフね。間違えた。はい、さっきの試合はね、誠に申し訳ございませんでしたということで、はい、今回はね、DH なんで僕が守備でミスをする心配はございません。あの守備やばいな、マジで。よいしょ、これはいったんじゃないか。あー、いかねえじゃん。全然伸びないね。なんか大谷さんの時めっちゃ伸びるんだよね、打球。何なんだろうね、この違いは。まあ、やっぱ最初パワー型で作ってないっていうのがあるのかね。やっぱヒット狙いでいく。おい、あー、またプロスピの作成でさ、これはいかない方がいいな。当たりが良すぎたね、うん、いや、久々の走塁だな。怖いね。牽制の戻り方すら若干怪しいもん。これはどうだ。お、抜けた抜けた。どうするどうするどうする。いける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 。回れ回れ回れ。メリーゴーランド。だくそー。これは中継あっぱれだね。まあまあまあ、でもこれは走るべきだよね。うん、セーフじゃね。リクエストリクエストって。まあしょうがない、うん、送球が非常に良かった、うん、やっぱホームラン打ちてえな。やっぱね、ロマンがあるね、ホームランはね。一発でひっくり返しちゃうから。やっぱミートでかいな、ネオくんは。94ぐらいあるもんね、ミート。素晴らしい。まあね、ちょっと現実世界ではね、ちょっとピッチャー一本ということになりましたけど、こっちではね、引き続き二刀流を頑張っていこうとね、思います。うん、これどうだろう。伸びないだろうね、でも。おお、ナイス。あ、や、ひどい。ちょっと僕の走塁がひどすぎますね。タイマン走塁とでも言うのでしょうか。やっぱ次行きたくなっちゃうんだよね。あとプロスピと比べてね、もう次行っちゃうとね、戻りすっげえ遅いから結構高確率でアウトになるっていうね。わあ、いい球。エリ・モーガン、ちょっと存じないですけど。リベンジリベンジ。なんか投げ方誰かに似てるな。これ使えそうだな。大竹さんに似てるね。あの昔広島、で巨人に移籍で、ちょっと今はどこにいるか分かんない。引退されたのかな。あれ、まだ巨人にいらっしゃる。マジ大竹さんに似てない投げ方っていうか、投げ方に気を取られてめちゃめちゃアウトになるっていう、うん、これいいかも。でも9回だからもう見れないや。はい、ルー勝ちましたね。ここで一回ちょっとね、ドジャースが今何位かちょっと確認させてくださいということで、あ、1位ですね。62勝、結構な差つけてますね。 4.5 ゲーム差だ。このままいけばね、なんかいい感じにいけそうですね。で、リーグリーダーですね。リーグリーダー、アキラ、ネオになってますね。バッティングアベリー3割7分0。0輪、0輪。ヒットはね、そんなに多くないんですね。110。ああ、てか130すごいな。誰だ？アクーニャジュニアか。そら打つわ。そうだね。こっちの世界はふざけてなんか選手いっぱい入れてないもんね。普通の。人が、普通の人っていうのもおかしいか。あー、でも結構やっぱ上には上がいますね。ホームランもちょっと全然ダメじゃん。すごいわ。ちょっと頑張っていきましょうか。ちょっとね、サボり癖が出ちゃうんでね、どんどんやっていこう。どんどん試合やっていこう。とりあえずこのままいけばね、うん、あのなんだっけ、日本でいうクライマックスみたいなやつにはね、いけそうなんでね。現実世界はあれか、パドレスが勝ったんでしたっけ。すごいですね。なあ、これは多分入らん感じだよね。抜ければラッキー。入った。
これは入るかい。まあドジャースタジアムはちょっと狭いかね、入りやすいっちゃ入りやすいのかな。極端にでも広いとこあるよね。なんかアスレチックスのとことかめっちゃ広くない、あれ気のせい。あとブルージェイズちょっと何メートルか見たいな。オッケー、ナイス、いいですね。打撃は好調だね、ちょっと守備がねあれですけどよしよし、この調子でね引き続き頑張ってこう。まだ1点だからね。ソロホームランだったんだね、これはさすがにアウトだね。さあさあさあ守備、丸がファーストね、丸がファースト。ただランナーがいるんでゲッツー、ゲッツーでいくぜ、ゲッツーで。おい来た、華麗な守備。おお、バックトス、えぐすぎ。こういうのはあのバックトスは初めて見ましたね。あんなことできるんだね。俺何もやってないんだけどさ俺何もやってないんだけどさ、もう一回来るか、伝説のバックトス。来なかった2対0だとねちょっとまだ厳しそうなんで、もう1点頑張りたい。ちょっとバントとかしてみたいけどツーアウトだからな、厳しいね。初球からガンガンね頑張っていきたいよね。セーフティーでいける足がないからなまだはい、もらった。これはもらいいのだよね。クロスピーだとね俺あのコースマジで打てないんだよね。何なんだろうね、スティックを横に動かせないのかもしれない、病なのかもしれない。オッケーオッケー、あれ今日2本目。ちょっとホームランランキングも乗りたいよね。ちょっとはるか彼方にねトップがいるんで。もうと1、3塁か、これいけたらバックホームって感じ。バックホームってどこだ、バツやばい、事件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 、バックオン、あ間に合わねえわ、あもう無理だ華麗な守備からの迷い、あこれは無理なんだね。すいません僕守備がねあんまり上手くないです、あんまりっていうか上手くないです、とてつもなく上手くないですまあでもいいですね、ゲームを通して野球を学べますわ。だから前進守備してねえならホーム投げんなよって話ですよね、そもそも、はいはい、なるほどね。そもそも1点いいからもうワンアウト取りに行こうぜのシフトなのね、あれは。まあでいいよ、バットで返す。 OK、 ちょっと危ないな、あの取り方おっとってなってた。そう思うとやっぱね、なんか日本人は守備がうまいイメージはあるよね。ちょっと一歩リードしてみたけど戻り方わかんねえ。得るか、混在しますね、これ揃えてほしいね、世界共通でランナー操作と。なんでか知んないけど走っちゃった、アウト。これこらえるな。はい、ということでね、監督にね、呼び出されましたね。まあ、今ね、翻訳を見る限りだと、君の盗塁についてなんだが、あまりいい数字が出てないようだなとね、はい、急にお叱りを受けましたね。そしなんでね、ちょっと言いたいことがあるな、はっきり言ってくれって言っています。ですね、統計的に見て、盗塁士や牽制士はチームにとって非常にダメージが大きいと。そしたら僕は、だが技術の向上にはトライ&エラーが不可欠だろうと。反抗的にね行きますね。それは練習の中で繰り返すことであって試合でやることではないと言われましたね。じゃあさらにね反抗してます。練習は嫌いだと。すっげえ長文来た、怖い怖い怖い、これちょっとやりすぎたらクビなんじゃね。それから自分に盗塁が向いてるかどうかも考えた方がいいな。一人で全てをこなす必要はない。自分得意な部分を見極めてそれを磨いていけ、だそうですね。ちょっとさらにね反抗してみますかね。そうですね、さらにねじゃあ反抗してみましょうか。技術の幅を広げることを阻止されているような気分だなと。さらに反抗してますねWhat I want なんで To hold なんで、出塁した後で不必要なアウトを重ねてほしくないんだよ、嫌な言い方だな。さらに反抗します
そう思って結構だ。とにかく自分を抑制して無謀なことは慎め。でなければベンチを温めることになるぞ。分かったらもう行け。ぶち切れられましたね。はい、ということでね、監督にめちゃめちゃお叱りを受けたのでね、今後はね、あの無謀な盗塁や、無駄な、ね、守備のミスをね減らしていければと思います。はい、ではね、ここまでご視聴いただきありがとうございます。今後も MLB ザショーや、プロスピの動画アップしていきますので、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。それでは。